なんか今日めっちゃいい天気ですね。見えるところに、おうおう、雲が全然ないです。はい、はい、こんにちは。9月の28日、水曜日ですね、お昼の散歩です。今ね、お昼過ぎぐらい。うん、気持ちいいね。てかもう今一回りしてきたんですけど、ハーハーしてるし暑いのかもしれないですね。な、真っ黒だしな、お前な、暑いよな。今日はこの後父ちゃんは、都内で撮影があります。よいしょ、はい、暑いな。昨日そういえばガソリンを満タンに入れたらですね、53リッター入って、僕のタンク、あの車のタンクって55リッターだから残り2リッターしか入ってなかった。もちろんあの警告ランプはついてましたけどね。8ぐらいか、結構伸びたなっていう感じ。半分以上が高速なんでね、半分ぐらいかな、半分以上だな。まあ、今のねハイブリッドの車だと、ね、倍以上走りますが、まあ、スポーツカーてるからしょうがないってしょうがないし、そんなの気にして燃費のことを気にして運転なんかできないっすよねっていうお話でした。はい、はい、4分だったのでじゃあもうこの辺で終了しますね。ビスケくん、ビスケ、お座りはい、じゃあまた明日。バイバイ。ピスケ、バイバイ。